皆さん、こんにちは。時刻は1時半を回りました。部屋活幸せの鍵はお部屋次第の時間です。この番組では住まいコンサルタント真由美咲子が毎回お部屋にいいことエッセンスをご紹介しています。メッセージ募集してます。メールアドレスは797@fmgino1.com、 またツイキャスと YouTube ライブでも配信しています。そちらからコメントどしどしお願いします。同時放送でリッスンラジオもお送りしています。どれもギノワンホームページから入れます。いろんな形でお楽しみください。あ、そっか、今日ツイキャスが、こっちでしか見れないってことですね。そうか、そうですね。これちょっと遠くなっちゃうんですけど、これそうか、あと何分ですっていう時間は私が後で出しましょうね。あ、そうなんですね、はい、ありがとうございます、助かります。あ、でもカープボーイさん、明日からまた寒ね、すごい今年一番の寒さって言われてますよね、本土では。なんか、そうなんですね、はい、ニュースやってましたね。そうだけど、見てこの私のこのシッスル確かに、あの頃これ放送するとき、あ、そっか、だいぶそうか、あ、忘れちゃうこれ。でも私もでももうみんなも分かってますよね、分かってるですよね、2月は、はい、これじゃあそろそろ開けますね。2月に入りましたね、はい、はい、2月最初の、はい、はい、放送ということで、はい、今絶賛、はい、FM ギノワンさんは工事中ということでですね、はい、ちなみにマナミンさんたちはどちらにいらっしゃるんですか？多分、うん、なんか私がやってる番組に関しては、うんうん、FM 小座に行って放送するんですよ。あ、とか多分事務所にはおそらくちょいちょい入ってる、うん、作業とか作業とか、そうそうそう、プログラムとか、はい、やっぱちょっとあったりとかするので。なるほど、はい、あ、てっきりもこれを機会に長期休暇取るのかなとせっかくなので、はい、多分でも取ってる期間も多分2月中にあると思います、どっかで。そうですね、はい、なかなかない機会なので。うそうですよね、なかなか本当にこんなまとまって、うん、なんていうんですか、うん、会社がそうそうそう、ね、会社自体が取れないと思うので、うん、ね、昨日き、あ、あの昨日聞いたで先日聞いたら、はい、先日聞いたらね、はい、本当大晦日ギリギリまでラジオされてるって言ってたから。あ、そうなんですよ、はい、はい、いや、これを機会に、はい、はい、あの、ね、ぜひ、はい、ちょっと旅にね、くつろいでいるだろうなということを、はいはい、妄想しながら、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、早速来てますね、ありがとうございます。カープボーイさん、ツイキャスで、あ、こっちも来週の分って来ますが、あの来週とかではないんですよね。そうなんですよ、収録してる実は、はい、工事中の2月の分を、はい、はい、収録しております。はい、はい、話は変わってですね、カープボーイさんから、はい、フランス料理のフルコースを食べたことありますか？いつも素敵な話題をカープボーイさん、ありがとうございます、はい、そうですね、うん、食べたことありますよ。あります。もうやっぱり半世紀近く生きてきたらですね、はい、なるほど、経験あって、はい、はい、フルコースを、うん、これなんでしょうね、なんかどんな話題だったんでしょうね、ティーサージパラダイス、ね、はい、はい、食べたことある人って結構、うん、いるんですかね。私でも本格的なこのフルコースでは食べたことないかもしれない。つまみ食いしたんですか？なんかつまみ食い本格的になると本格的なあのコースじゃない、なんていうんですかね、あ、多分なんか一品みたいな、みたいな、あ、なるほどなるほど今どっかでちょっと犯罪を犯してきたのかなっていうなるほどです、かなってちょっと思ったり。でも結構ですね、はい、こう、うん、フランス料理ってこうちょこちょこ出てくるから、はい、あ、私が思ったのが、はい、結構お腹たまるなと思ったんですよ、うん、こうちょこちょこ出てくると、はい、ね、少ないからこんだけかっていう、うん、こうね、すぐ食べちゃう、はい、
っていう感じで、うん、これだけかって思うんですけど、はい、やっぱり最終的にデザートまで行くと本当になんか、うん、わもうお腹いっぱいで入らないとかって、はい、やっぱ考えられてるなと思います、うんうん、ちゃんとじゃあそれなりに量はあって、はい、そうなんですよ。それが小分けに出てくるから、そうなんですよ、少しずつ少しずつね、やっぱ食べると満腹、はい、脳科学的に満腹中枢とかも、うんうん、すぐ なんていうんですかね、こう徐々にいい感じにこう、はい、なってくるから、はい、健康にはなんかいいらしいですよね。あ、うん、はい、急いでがっつりバーッと食べるよりは、そう食べるよりかはっていう、はい、はい、あ、カープボーイさんから、はい、結構食べたことある人多いけど文句ばっかり言ってるのはみんなフルコースって和食もそうだけど意味がわからないよね、なんで白米が最後の方に出てくるのか日本食のフルコースなるほど、和食の場合、なるほど、あ、確かにそうです、炊き込みご飯とかが最後に来ますよ ね、はい、すね、確かに途中で食べたいとかって、うん、食べたく、ね、これを乗せて、ね、おかずにやってるんですか、はい、ご飯に乗せて食べたいってありますよね、はい、美味しいだろうなって思いながら、ね、うん、食べて、はい、確かでも、ダイエット聞いたこと、はい、あ、聞いたことある、和食のその順序はちょっとわからないんですけど、うん、はい、よく聞くのは、うん、食べる順番で聞くと、はい、なんかフルコースの食べ方って、うん、痩せる食べ方なのかなって思うんですよね、こう最初野菜みたいな、そうですそうです、最初に野菜食べて、はい、スープ系を食べて、うん、でなんか最後炭水化物で食べていくと、はい、なんか痩せる順番らしいですよね、うん、らしいんですよ、うん、なんかその順番になってますよね、うん、でもただ確かに最後炭水化物食べれるかって言ったそうなんか私もこれでちょっと思い出したのが、うん、はい、なんかこの前家族でなんかどっか外食行って、はい、で結構なんかそういうちょっとこの和のフルコースみたいな感じでいろいろ出てくるのだったんですよ、うん、はい、そしたらこの小分けにいろいろ出てきて、うん、で結構で何だったかな、なんかしゃぶしゃぶ午前なんかしゃぶしゃぶプランみたいなやつだったので、はい、途中でしゃぶしゃぶ出てきて、うん、これがメインで、あ、終わってじゃああとデザートかなと思ったらその後にお茶漬けとかこれきついこれきついですねそうなんかこれはきついな、え、ここでお茶漬け出てくるみたいな、しかも結構がっつりなやつ出てきて、なんかでその後にもう一品ぐらい出てきた後にデザートだったんですよ、うん、だからなんか結構なすごい結構なフルコースだなと思って、なんかこのすごい それでちょっとあの順番に驚いたのがそういえばありました、あーすごい、ただここで言うのは、はい、まなみんさんお品書きを見てなかったなっていうそうですあ、そうですね確かにお品書きというのがありますからね、そうですよねでも量わからないですもんね、確かにどんだけの量出てくるかがわからないですもんね、うん、今度からちょっと見ましょうね、うんうん、見た方がいいかなって思います、はい、でもそれでもちょっとさすがになんかお茶漬けまで出てくると量多いですね、はい、でね量多いですはい、カープボーイさんからも、白米はおかずと一緒に食べたらいいよね、でも白米だけ出てきても意味わからない白米というよりも炊き込みご飯が多いですよね、コースって、うん、ですよね、確かに、でも白米は多分珍しいかもしれない、ね、なんていうんですかね、うん、それこそこのお茶漬けとかだったらなんかこのサラサラって引けたり、なんかまあそれなりにあのちょっと具があったりとかする、うん、本当に白米みたいな感じだったもうあの残しとかないと白米自体がブランドで、はい、白米だけを味わってほしいっていう、うん、白米のなんか白米がメインのフルコースみたいなどんだけ知らんけどみたいないやっていう感じで、はい、という感じで、はい、そっか、じゃあフルコースの話で盛り上がっていたんですね、はい、リサーチもいいですね、フルコースの話、はいはい、ということで、はい、じゃあ今日は ですね、はい、そうだ、そう、私気になってたのが、うん、前先日まなみんさんが、はい、こうチャタンの方の、はい、ディズニー、ギノワンでした、ああ失礼しました、はい、いやそっか、トロピカルビーチですもんね、失礼いたしました、はい、ギノワンの方のトロピカルビーチで、はい、なんかディズニーの花火大会っていうんですかね、はい、そうなんです、やってたっていう風に言ってたんですけども、はい、その時のこう感想で、うん、私がすごい気になったのが、うん、こうディズニーってやっぱり空間作りがうまいなっていう、は
感想を言ってたのがすごい気になったので、なんかその話をしてみたいなと、ありがとうございます、はい、思ってるんですが、はいはい、そう、それこそ、うん、このディズニーの花火大会が12月の最初にあって、はい、でこのトロピカルビーチが会場だったんですけど、うんうんうん、この琉球開演祭行ったことありますよね。ありません。ありません。あ、でも、あの、見たことあります。はい。なんか琉球海援祭も、あの、このトロピカルビーチで、同じように、うんうん、あの、砂浜が基本席になって、うんうん、なんかやるんですけど、はい、あんな感じだったんですよ、花火。はい、で、多分上がる場所も大体、海援祭と同じ感じだったんですけど、うんうん、この、なんだろう、やっぱ、同じ花火だけど、うん、このディズニー感がすごくて、そこがなんか気になって、そうそうそう、はい、今日そこなんかいろいろなんかね、やっぱりディズニーのこの空間作りのうまさっていうのをちょっとなんか聞いてみたいなと思ってるんですけど、はいはい、なんか画像がありましたっけ、はい、あ、そうそうそう、画像がちょっと待ってくださいね、はい、なんかこのまずディズニー、なんていうのかな、ディズニーっぽいオブジェがめっちゃあったとかっていうわけではないんですけど、うんうん、なんかこのディズニーミュージック&ファイアワークスみたいな名前だったんですよ、はいはい、でそのなんか一つとかポンポンってオブジェが、ま、うんうん、あ、途中かな、うん、途中途中にちょこちょこあって、ま、なかなか出てこない、あ、そう、私がちょっとサコさんに見てほしいのが、はい、なんかこんな感じで、あの電灯、あ、街灯ですね、はい、ライト、あの丸っこい、あ、はい、あのディズニー独特のっぽい、なんかこの丸いのがポンって立ってて、うん、ちょっと旗みたいなのがついてて、はい、みたいな、はい、これが結構この行くまでの、うんうんうん、で行くまでの道中も結構でも長くて、うん、トロピに行くまでに、うん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 、あの普通のコンベンションセンターのところから入るとかじゃなくて、はい、ちゃんとルートが決められてて、へ、コンベンションセンターの横の、はい、なんかちょっと噴水あるの分かります？分かります、分かります、噴水の辺のところに、はい、リストバンド引き換え所みたいなのがあって、そこから入っていくんですよ、へ、なるほど、そこから入ってその噴水広場みたいなやつを抜けて、でそしたらなんかこの飲食とかグッズ売ってるちょっとブースが、うんうん、を横目にして、うん、左側にまたこのトロピにつながる通路ができてる感じなんですよ。へえ、じゃあもうなんかレッドカーペットは行かないまでも、はい、この道のこのもう通る道が、うん、こう会場まで行く、はい、通る道が決まってたっていう感じなんですね。そうそう、ルートは決まってて、ところどころに、うんうん、なんか一応簡単だけどゲートが一応あって、うん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 、でなんかこの、ま、リストバンド見せるみたいなゲートがポンポンポンってあるんですけど、うんうんうん、そう、ちなみにスタッフもちゃんと手振ってくれるんですよ、なんか行ってらっしゃい、あ、ありますよね、はい、ディズニーランドで、あの、はい、まあ、あのね、嬉しい、うん、いつもね、はい、へっていうの でなんかもしかしてスタッフさんは制服ちゃんと着てらした、スタッフ制服、あ、でもなんかあれでした、多分なんかみんな同じ T シャツみたいなのだった気がします、へ、なんかそんなあのいつものようなディズニーのランドのとかって感じではなくて、うんうん、でも多分同じポロシャツかなんかそんな感じのつけてた、そか、もうじゃあ入る前から、はい、始まる前からディズニー感を出して、うん、はい、こう高揚させてるっていうかね、うん、ワクワク感を出してるっていう感じだったんですね、うん、ですね、あ、そうそう、あとあれでした、うん、アナウンスが、あのディズニーでよく聞く、はい、あの男の人の、あ、英語の、あ、英語とかのやつ分かります、はい、分かります、分かります、はい、あれが流れてたんですよ、はあれで Release of Gentlemen みたいな感じの、あの、このなんかちょっと低い感じの、あれと、でなんかあのそれが日本語バージョン、英語バージョン、韓国語バージョン、中国語バージョンみたいな、なんかめっちゃいろんなバージョンで流れてて、へー、でなんかね、あれ聞いてもいつなんかもうディズニーって感じするじゃないですか、うんうん、音、あ、そうですね、うん、音のいいですね、こう音でこう感じさせるっていうのと、うん、あのさっきの通路も
実はディズニーランドで前も話したと思うんですけど、心理学、はい、ディズニー心理学で取り入れられている、はい、あの法則なんですよ。通路をわざと長くしてこう人を通る、はい、で、ディズニーランドの方ではあのこう本当は敷地内、うん、あの実際の広さが狭いんです、狭いって言ったら変なんですけど、うん、思ってたよりか狭いんですけども、はい、広く感じさせるように逆にわざ と,、はい、長く歩かせるんですよね、あ、はい、お客様を、はい、っていう手法だったりとか、うん、行くところまで の, その道のりにこういろいろポイントポイントでこう仕掛けとか、はいはい、面白いそういったものをやるっていうのはものすごくやっぱり徹底してます ね、すごいです ね、そうなので、なんか最初はこのポール立ってるとかくらいで、うん、あとまあそのオブジェがちょこちょこあるな、うん、なんかこのなんだろう、オブジェって言っても本当に、うん、このイベントのタイトルのやつがポンって置いてあるくらいなんですけど、うんうん、あれだけだけど、うん、めっちゃディズニー感を感じたのはなんかすごいなと思って、いいですね、うん、なるほど。まなみんさん、ちょっと全然話が変わるんですけど、はいはい、まなみんさんの画像もこれ映せますか、はい、残念ながらあっちしか映らない。そうなんですね、なんかこう、はい、ちょっとなんか不思議な一人で喋ってる感じがあって今そうですよ、いや、多分あの今後映るという面白いですね、あの画像的には多分天の声になってるんですね、まさみさんが。なるほど、いない声にテレビ番組で言ったら、はい、あ誰の誰だったっけ、うん、あの人テレあの天の声でよくやるあのテレビ番組であれですか、山ちゃんちゃんの立ち位置長谷川さん話がごめんなさい、全然あれはちょっとふと、はい、あ、どうした、でもコメントもすごい来てましたね、はい、はい、ありがとうございます、はい、カープボーイさんから、ディズニーのアイススケートショーは、うん、よくコンベンションセンターでやってた気がするけど、あれの時に中に入ってる人って言ったら怒られるのかそうですね、ただミッキーあの時のミッキーマウスはオリンピック選手でも入ってる、いや思いますよ、いや、あ、いえ、カープボーイさん。あら、ミッキー。ミッキー、あの、ガチャピンと同じくくりです。ミッキーの、あの、ね、はい、あの、うん、運動能力がずば抜けてすごいんですよ。ガチャピンと一緒ですね。あ、でも、え、そうなんだ。ミッキーも滑るんですか？ミッキー滑るんですね。だから私も、これ見たことなかったので。確かによく。じゃあ、キレキレなのかな？すごい、キレキレなんですね。わお、ね、そんなカーブボーイさんはディズニーは忘れもしない、9歳くらいの頃に行ったことある、うん、まだ飲食店がそんなになかったんだはず、うん、3時間並んで冷え冷えの伸びきったスパゲッティ食べさせられたの覚えている、あれは分かったこれでもあ、ね、これは覚えますよね、はい、確かに記憶残りますよね3時間並んでみたいな、伸びきったスパゲッティってすごいですよね、なんとなく想像できますね、伸びきったスパゲッティっていうか、伸びき冷えたスパゲッティじゃなくて伸びきってるんですねスパゲッティ伸びるんだみたいなどんな状態で出されてきたんだろう、ね、はい、面白いですね、はい、でも本当になので、うん、このディズニーの魔法はすごいなと思って、うん、本当ですね、はい、音だけでも確かにこう、うん、ディズニー独特のやっぱりこう世界観出すために音楽も徹底されてるじゃないですか、うん、ですよね、テンポとかもちゃんとこのアップテンポのリズム感も全部考えられていて、そうなんですよ、こう人がワクワクするようなあのリズム感とかっていうのもあの徹底してるそうです、はい、って言ってたので、うん、やっぱ音楽聴くとディズニーの音楽って独特だからすぐ分かりますよね、分かりますよね、はい、確かに、なんか映画見たことないディズニーの音楽聴いてもなんかワクワクしますよね、うんうん、そうですよね、あれやっぱりすごいですね、うん、仕掛ける方そうすごいなって思う、ね、チームだと思うけどね、はい、誰だろう、うん、なんかこの花火大会っていうので、うんうんまあ、もちろん楽しみにしてて、うんうん、でもあのまあディズニーの花火大会って言っても、うん、ディズニーの音楽に合わせて花火を上げるだけ、うん、だけって言ったらあれですけど、うん、っていうなんか感覚でなんか
この開演祭とかの延長みたいな感じで思ってたんですよ。開演祭の音楽が変わったバージョンかなくらいで思ってたんですけど、まさかあんなにトロピカルビーチがディズニーになると思わなかった、じゃあまるで本当にディズニーランドで、あのうち前ねいつも上げてる花火を見てる感じなんですね。すごいな。だからディズニーって別の場所にこの作る、なんていうんですか、雰囲気作ることできるんだって思った時に、そのでさこさんがこのだいぶ前に番組で、ね、このディズニー心理学の話とかしてたじゃないですか、でそれを思い出して、はい、多分そういう仕掛けがあるんだろうなって思いながら、まんまと引っかかってました。まんまと。いやでも本当にこのちょっとしたこの道のりとか、はい、今私もすごい勉強になったんですけど、道のりだったりとか、はい、あと音楽、音でやっぱ人の五感って、五感にこうちゃんとこうなんていうのかな、ロックオンするって大事だなって今思いました。何か空間作りするときに、五感で考えて、ね、視覚、あの聴覚、多分収穫も出てくる、まあ、ディズニーランドってないと思うんですけど、出てくると思うんですよね。よくなんかほらお祭りとかだと、たこ焼きの匂いとかね、あの独特のやっぱりこうね、あの焼き鳥の匂いとかってあるじゃないですか。よくなんかスーパーとかで、ちょっと話が変わるかもしれないけど、スーパーとかでね、あのこういい香ばしい匂いがしたら、焼き芋とかの匂いしたら、なんか買いたくなってくるじゃないですか、ね、なんかああいうのとか、何か空間仕掛けるときに、あのやっぱり五感を意識しながら全部あのバランスよくこう作ってくって、なんか改めて大事だなっていうので、まなみさん逆に学あの勉強になりました。ありがとうございます。もしまた次、ね、あのディズニーのこういうのあるとしたら、ぜひだから行ってほしいな。そうですね、はいはい、あの別の意味で、実は私あの、はい、トロピカルビーチからめっちゃ近いんですよ、はい、お家が、はい、なので、まあ、さっき琉球開演祭あの行かないって言って、うのは、はい、あの行かないっていうことじゃなくて、はい、見えるんですよ。すいません、なんとメロンだから申し訳ない。ぜひ次はじゃあ現地で。そうですね、はい、でもそういう楽しみもできるってちょっと初めて知ったので、ですね、はい、という感じでありがとうございます。ありがとうございます、はい、残りあと3分くらいになりまして、はい、かっぽいさんから来てますね、はい、最後ね、じゃあ、はいはい、30年くらい前に千葉県の船橋市に住んでいたことがあるんだけど、テレビでディズニーランドの花火見ながら本物の音は聞こえてきた。もう素敵、ちょっと何かっこいい、カーブボーイさん、イケてる。カーブボーイさんまさかのいいな、千葉県に住んでたことがあると、ね、しかも船橋ですか。まんまじゃないですか、すごいすごいいいな、本当に、ね、憧れでしたね、はい、でもそのね、今回そのディズニーのこのなんていうんですか、うん、空間作りのとか、うん、ディズニーの世界観の徹底ぶりがめっちゃすごいと思ったので、チームがすごいですね、やっぱやる仕掛ける方たちが、ね、天才だな、もう、うん、もう手上げだなと思いました。手上げですね、ディズニーにはかなわないですね、はい、もうかなわない。はい、という感じで、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。いえいえ勉強になりました。まなみんさんありがとうございます。はい、じゃあまた来週は、はいはい、別の話題でお届けしたいと思います。はい、ではではまた。